なんと、はい、大きいホテルに来ております。今日はここに泊まっていく。マジかよマジかよっつって早速行ってみましょう。はい、レッツゴー。シャンプーとリンス椿。え、どういうこと？本当に同じ部屋？いててててててて。え、待って、どういうこと？え、どういうこと？これ、やばい意味がわからなくなってきた。どういうこと？やばー。え？はぁ？景色も見れるって感じですね。本当だ。すごい。素なの？ここは確かに。服とか、衣類とかを、あ、そうなの、絶対座るやつだよ、椅子じゃねえ、椅子じゃねえ、貧乏に分からへん、分からへん、食らったことないですよね、今日誰がここに2人で寝るかっていうこと、確かに、実はね、言われたのがね、部屋の仕事が3人、これね、1、2、3ってこと、1人、待って、このデカさ、この空間に1人で、逆に寂しい、逆に怖いまで、勝ち組じゃん、ここに、え、待って、しかもこれさ、あ、向こうが見えるってこと、これもうエッチじゃん、そう、もうこう覗けるってことや、これエッチじゃん、向こうだってお風呂に開けて、おう、開けて、それ求めてないやつやん、あ、おお、すごいね、意味がわからん、いやー素晴らしい、いやアゲアゲのパーリーピープルをなんとここの部屋、はい、このやべえ部屋、うん、ここね3人しか泊まらない、なんで人数制限、いや俺ら何人やるんだっけ、5人やんかの、うちの3人がなんと今日ここに宿泊でーす、床でいいからここがだからじゃんけんで勝った3人が今日ここに泊まります、ひもき風呂に住もうもうガチじゃんけんよし、じゃあ行きましょう、うわマジ勝ちで、マジ勝ちで、ここに泊まりて、俺はここに勝ちで、ここに勝ちで、じゃんけんで一番勝ちたい、じゃあ一回勝負、はい、勝ちがここで、オッケー、いや、したくねー、したくない、じゃあもう違う、下の方にどうぞ、違うやんか、あ、じゃんけん、じゃんけん、うわよっしゃこれが大きい大きい
女子二人だね。やだ。いろんな色彩見ると一緒じゃねえ、これは。これは簡単だよ、これね。やったね。どうやね、ここで終わった。そうじゃね、売れ。じゃあ今日は3人で宿泊させていただきまーす。はい、みんなも大きなホテル泊まってみてはいかがでしょうか。今日はありがとうございました。では行ってきます。さよなら。ヒノキ楽しむ。